あなたの番です。ありがとうございます。お願いします。お願いします。お久しぶりです。いやもう眠たいよ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。7秒以上これちょっと7秒で7秒で使えなくなっちゃうから。おはようございます。ちょっと着替えていきたいなと思います。おはようございます。おはようございます。あ、しんさん、おはようございます。どうしたんですか。やっぱまあコロナね落ち着いたとはいえど、やっぱ感染対策やっぱマスク大事だと思うんで、そうだね、しっかりね、あす電車乗る際はやっぱマスクね、公共交通機関なんで一応気をつけてますね。はい、プロなんで、はい、僕たちも。なるほど。変に感染症もらったりしてお客さんに迷惑かけないように、あそういう意識でもやらせていただきます。良い子を真似してください。お願いします。今日の意気込みですか。今日の意気込み、やっぱ前回の写真展が非常に好評だったということで、まずは衣装に注目していただきたいですね。すごく大人というか、僕なんだろう、こう今まで出会ったスタイリストさんの中でトップ間違いなくナンバーワンの方がこうやって伝わってくださって、ヘアメイクもすごくいい感じにしてくださったので、前回は塗り替える前回と違う大人の CCC を皆さんにお届けできればいいなと思っております。はい、まあ、いつも YouTube の撮影見てるでしょ俺たちの、まあ、オフの部分を見てると思う。今日はいつものガシガシガシ、ごめんなさい、気合入りすぎて早口になりすぎちゃいました。気をつけてますよ。何がすか。今日はいつも見てる俺たちじゃない俺たちを見せます。びっくりしますよ、ほんまに。もうほんますっごいかっこいいんだから、もうやばいんだから今日本当に。聞いたら縦揺れで聞いたら、俺の話聞いたら。1年ぶりの写真展ですかね。確かに。でもさ、お客さんもさ、なんか写真展って発表されたらさ、そのどんなやつなんだろうってめっちゃ期待してくれると思うんですよね。うん、1回目がすごい好評だったからね。前回よりも美女よくいきたい。間違いない。お願いします。はい。いや、あれなんかカメラに向かってやってると思うけど、メイクさんに圧かけてる人や。多分いろんなカットでいろんな服着ると思うので、まずは自分が楽しんでやりたいなと思います。お願いします。お願いします。どうか主人公か。いや、もうそうですね。かわいいっすよ。かわいいっすね。なんかこうめっちゃいかつなってまうと、こうそれはそれでかわいいの、このもうなんかいいラインというか。ああ、なるほど。俺は大好き。敵殺しやらないんですよね、この格好。めっちゃかっこいい。嬉しいですね。さすがでございます。楽しいですね、形に残せるとか、こういう形で撮影したかったんですよ、ずっと。久々に撮影できてめっちゃ嬉しいです。なんかあんまり全員でこういう大人系なジャケットスタイル、まあ何回かあったんですけど、スタイリストさんにちゃんとやってもらうのは初めてなんで、みんな似合ってていいんじゃないですか。なんか個性がある。さすがリーダー。もういいと思います。あ、いいね。あんまこういうの見たことないですよ。初めて見ました、ね、惚れますか。惚れますね。あ、なんで嘘つかすか。あ、いいですね、素晴らしい。いい話だ。あら、素晴らしい。けんちゃんタオル、どれも最高っす。ありがとうございます。あの、すいません、僕の撮影だけ興味なさすぎません。あの、僕の撮影だけ興味なさすぎませんか。あの、いい案とか、いいですねとか、もうちょっとこうした方がいいですねとか、そういうの言う人一人もいないじゃん。ちょい、あれ遠いか。あれ、いや、いいよ。あ、それ、あ、
あ、それ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 いい。それいい。あ、それ写真いいね。いやいや。あ、それいい。ほぼ見えてないやん。おい。めっちゃ目凝らしてるやん。めっちゃ目凝らして、いいやん、いいやん言ってるやん。それ。うわぁ。いつ覚えたんだろうな、こんな表情。セクシーだな。お前、こんな表情できるようになった方が。やばいっすよね。興奮してるわ、それはさすがに。おはようございます。おはようございます。今日もあるんですか、YouTube。今日もありますよ。あるんですか。ちゃんと寝れました。いつもの撮影、もうめちゃくちゃ早いんですけど、いつも。お前は、エミ分やな。俺はもう撮り終わったわ。エミ分やな、お前。すいません。ってことで、いっぱい寝れたんで頑張ります。はい。おもろいやつは、笑っていいやつはまだ最後に撮るから、ちょっと笑うじゃなくて、なんかこう人と撮りたいよしやばいよしどんな感じですか。やっぱり石垣を感じさせる写真にしたい。そうね、南国感ねえ見とけ石垣コンビの本気。よはい、すごいね、葉月の方が暗く見えるの。お前確かに新しいかっこいい。最後じゃあ目線ないんでいきましょう。これ写真、写真めっちゃいい写真よ。いや、いいよ。濃いな顔。濃いなはい、完成ですか。いや、今からっす。あ、今からっす。今からっす。顔だけは完成しましたよ。かっこよくしてもらいました、さらに。もうこれは完璧ですね。完璧ですね。完璧ですね、本当に。一番エッチかもしれないです、僕が。体は一番色気ないですけど。はい、ありがとうございます。終わりっすか。なんかあるんか、思った。なんか質問系あるんか、思った。いいですね。やっぱ人それぞれ違うね。人それぞれ違うね。やっぱ作るの違うって言ってええです、ええです。ここで止めるじゃん。なんでこれ押さえちゃダメでしょ。これダメでしょ、押さえちゃう。だってじゃあ最後チューしよっかって言われたから、あ、するのかと思って、みんなしてんのかなと思ったら、してないの。葉月健二、え、僕はチューしないっす。なんで俺見てる。顔取られたくないんだよ。何言って。俺全撮影で言ってる気がする。前から撮らないで。あのそうめんマジで、あの梅干し入れたらめちゃめちゃ美味しくて、あとあのお吸い物とお水を100ミリリットルぐらい。喋って言って言って言ってるやん。喋ってる。どうすることないやろ。何が？じゃあ考え事してね。ずっと何考えてたの？今日の天気。見たわかる。見たの晴れてんの。めちゃめちゃ。あ、どうしようかな今日の天気。すぐやしな。うん。雨降ったらどうしようって。せやな、しゃあない、それしゃあないよ、それしゃあないよ、しゃあないよ、もう考えよう。青すぎる、青すぎるわ。これもなんか触れたら、視聴者にも食べてる気分、味わわせてあげない。ほら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 食えよ、ほらほら食えよ、ほらお前ら食いたいんだろ、ほら食えよ、ほら。俺しか食えない。みなとと下で一人食べてる。え、そういう人なんですよ。いただきます。え、めっちゃうまいねんけど、やば。ちょ
食べてるとこあんまり見られたくないなと思ってこっち一人で来たんですよ。撮影されたくないために来たのに追っかけたっすね。追っかけます。探したんすか。え、俺を探したんすか。探しましたなんか飯ぐらいはゆっくり食べたいなって感じです。ごちそうさまでした。はいよ。早食いがやっぱデブの元なのかもしれないね、うん、よく噛んで食わないとね。ありがとうございます。お疲れ様でした。イエーイ。これこのスーツが撮影終了ということで次はね着替えて新しい衣装に着替えていきたいと思います。ずっと着てたずっとこれがいいの。どうもズマです。ズマではないからズマではないから多分ね去年着てたらねちょっとホストっぽい感じになってた。なんか顔がみんな変わったっすね。3年経つっすね。去年からもそうだし3年前と比べても顔つきが。